ドゥシャンベは、タジキスタン共和国の首都、2008年の人口は67万9400人。都市名はペルシア語に由来し、土曜日の2日後の意味である。月曜に市場が開かれた村から急成長したためである。1961年までは、スターリンの街を意味するスターリナバードという市名であった。ドゥシャンベの地は、 紀元前5世紀の遺跡も残る古くからの定住地で、あるが19世紀まで町というより、村という程度の規模でしかなかった。ロシア革命後、ボリシェビキの影響が中央アジアに及んでくると、タジク人、ウズベク人反革命軍の拠点となる。ブハラ・アミール国の最後のアミール、アーリ・ムハーンはこの地に逃げ込んだ。が、ロシア人と半数を占め、 タジク人は4万1933人に、過ぎなかった。その後、1989年には、ロシア人19万4691人、タジク人23万5392人と、割合が逆転し、内戦を経て、ロシア人は激減し2010年には19061人と、最盛期の10分の1の規模となりわずかに2.63%を、 占めるのみになった。タジク人の割合はにまでなり、人工構成のタジク人化が進んだ。ウズベク人も48.661人とタジク人に継ぐ規模となっている。かつては、ロシア人が半数を占めていたためにロシア語が共通語であったが、エモマリラフ問題統領によるタジク民族主義の影響でタジク語に一本化されつつ、ある。地中海政気候。 他の中央アジアの都市に比べると雨量が多い。しかし、夏は暑く乾燥する。冬は、周囲の山脈の影響で、シベリアからの寒気を遮り、寒さを多少緩和している。均衡に石炭、鉛、ヒ素の鉱脈がある。綿織物で有名なドゥシャンベは、シル力、機械、電気製品、衣料品、革製品、トラクター部品、食料も生産する。 ドゥシャンベキ市内交通はトロリーバスが中心である。市内交通はバスやトロリーバス等ではプリペイド式の IC カードによる乗車システムが導入されている。ドゥシャンベ空港がある。近年近代化工事が行われている。タジキスタン航空のハブ空港。ありがとうございます。